チャオ、あっちゃんです。ただいま、10月の5日かな、木曜日午前5時30分過ぎぐらいです。めちゃ眠たい。ヒカルのね、修学旅行でお弁当作りたいと思います。はい、定番のね、チーズ、チーチク作るって言うほどでもないけどね。ご飯が炊けた。炊きたてのおにぎりは熱いぞ、握るのが。からこれが毎日かと、来年ってまた半年だったらこれが毎日かと思ったらねえ、なかった。まあちょっと楽しみなやな、ほとんど普通なような。まあ仕方ないやね。遠くの学校行ってくれたらね、なんだっけ、あれを見ちゃうのかな、ね、
詰めていくか。まずね、定番のお肉とゆで卵の甘辛煮を、うん、トマトがベレベレからね、だから赤身を持ってこれないね。量はトマト嫌いやから赤身で入れるもんがないのよ。だからカニカマとかハムとかそんなんを使っててんけど、キュウチクとトマト、トマ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 トトマトマトパレアの雪の世界エンディアの天とってはなってねキュウチクとね、あれだ、朝からねぶたくってね、こちはテンション上げていかなかったら分かりませんね。乗せて、で、今回は冷凍食品にてあります、レモンとバジルのチキンを包丁揚げ、ハンバーグ、
明太はんぺん、さっき言ったチキンはね、なんかね、あれ、こうやって、なんだ、自然解凍でねんて。でね、今日は鶏飯も入れましょう。完成です。あ、もうちょっと盛りだくさんにしようか。ローストビーフさん、こんな感じのお弁当です。こんな感じです。こんな感じ違う。こんな感じです。傾いてね、こぼれないようにね、ちゃんと入れてあげないと。で、
飲みながらやるとね、光を起こさんとあかんから。よあっちゃんもね、今日はお弁当です。バジルを詰めて、で、チリカマ、あれ入れて忘れてん、自分のに。どこかな。そうだね。これ入れよう。はい、あっちゃんお弁当の完成です。よいしょ。ハンバーグ大きいから切っといたろ。食べやすいもんね、その方が。こんな感じです。ケチャップのせて、ねえ、だーっちょっと迷う、つけとこう。はい、あっちゃん弁当完成です。で、これはいいわ。あ、ハンピーネーが入ったよ、自分のにね。はい、スペースあるかな。ないわ。ないわ。もう食べるでしょ、こうやってたらね。フリハンも入れるの忘れたよ。うちでも食べる、うちでも食べない、一応置いておきましょう、うん、とか。じゃあフルーツをいきましょう、うん、キウイ。
なしよね。うさぎさんに見たら。これね。白いうさぎやね。なんてなんやら。あー、落ちた。落ちちゃったわ。白いウサギちゃうわ、これよりなし好きからもうちょっとやろうか。知られへんねん。頭が回らへん。眠くて頭が回らへん。どこ置いた？どこだ？中山さんのぶどう。巨峰でございます。温室にか。はい、フルーツ盛り。ラスト、おにぎりや。で、みきちゃんにお供えして。
今日おにぎりに言いましょう。今ね、定番です。カルバもいつも定番。はい、ご飯に定番みきちゃんの梅干し。お母さんの味がね、子供にね唯一食べさせてあげられるお母さんが作ったものやからね、うん、遠足とかね、今毎回言うけどもね、こういう特別な時にしか出てこない。って思ったら、あっちゃんが子供に残してあげられるもんって何もないのかな、手作りでね。まあまあそんなことは考えとったらダメだね。でふわっと握りましょう。おにぎりね、軽く塩を、軽く塩して、はい、完成です。新幹線の中で食べるらしいね。なんかレジャーシートって書いてなかったから、え、なんでレジャーシートいらないのかな。新幹線の中で食べるね。そうなんや。まあ、ちょっとでいいかもわからんけどね。お弁当ってね、見た目で食べるもんやからさ、遊び心も忘れたかやんか。だから、あれ直してしまったね、ボケてもやっぱり。だから、
おにぎりといえばね、竹の皮でしょ竹の皮のおにぎりを包んで、でこれで結んどきましょう。見た目も大事だからね。ちょっと受けるでしょ、こういうの。誰か持ってきたら。これ去年もね、寮もこれしてん。去年ってあの、寮のお弁当見返してん。結構受けたらしくて。うん。これね、遊び心も大事です。で、これで持たしましょう。汁がこぼれたかんから、これでジップに入れて完成です。もうでもね、捨てて帰って大丈夫だからね。はい、ということです。捨てるもの、捨てられるものって書いてあって、逃げてくださいって書いてあったんで、これでね、したいと思います。あと、あっちゃんのお弁当、この後ね、また後で作ります。続きはね、はい。はい、光を送り出しました。はい、ということで、ちょっとあっちゃんのお弁当の続き。じゃの弁当はね、梅干しの、あ、違う、フルーツ入れ戻ったんや。まあ今違う、フルーツ入れよう。たった2日ね、今日行って明日帰ってくるだけやけど、やっぱりね、うん、送り出すだけで寂しくなるわ。でもそんだけ子供も成長してんなって思うしね。修学旅行ね、うちのお母ちゃんがそんな気持ちやったんかなねえと思ったらね、胸が熱くなるわ。ゆきちゃんで出たら
笑顔で送り出しててやろなって思うとね。みきちゃんがどうするかな、いい子はされてやろな、うまっ。悲しいことはないんだけどね、なんかこう感傷に老けてしまうわ、はい、あーちゃんのおにぎり完成、果物を入れに、あーちゃんもちょっとねキウイさんを入れて、お父さん入れて、マシさん入れて、ね、はんぺんそれさっき入れんかった、フルーツ蓋できへん前は。でメインのお弁当と、ほぼ光るののやつの、プチ版です。ゴムがさ、ゴムが伸びちゃってさ、よいしょ、あっちゃんのお弁当です。では完成です。朝から量がそろそろ量を起こさなあかんねんけどね、涙をこらえながら弁当作るのもね、でもこれで今日がこんなやったら卒業式多分ボロボロなんやろうな。ということで、あと子供寮にも食べさせて寮も送り出したいと思います、はい、ではまたね、バイバイ。